皆さんおはようございます。エフェボーチャンネルです。本日は1月12日日曜日、3連休の中日ですね。本日も音楽と機材もそむねに元気に過ごしてまいりましょう。さて、昨日ツイッターでご紹介させていただきました新規初投稿は、栃木県佐野市32歳ミッチ・マーフィーさんからのね、ベース用の直列ボードを投稿いただきました。誠にありがとうございます。ビーズのバリー・スパークスさんに憧れてベースを始めましたということでね、リッケンバッカーとかね、ベースの方もね、マイページの方公開いただきまして誠にありがとうございます。これらのねベースで奏でている、ボードの方ですけどもね、とってもシンプルなんですけども、1台1台がねとってもこだわったエフェクターをね搭載されております。でね、まずね最初に、初めてボードを組んだということでね、そういう記念すべきねボードをね投稿いただきまして、誠にありがとうございます。コンセプトはノーノイズということでね、それをまず体現しているのがね、この MXR のね手前にあります LED もね、とっても綺麗な10バンドのイコライザー、これ新しいバージョンの方ですね。ノイズリダクション回路をね搭載しているということでね、でこちらと組み合わせているのがね、大阪のスタジオ U さんがね出されているブランド、こちらのねベース DI、ですね、それからね同じくね大阪のトライアルさんと、池部楽器さんのねコラボで出されたロス系のね、コンプレッサー、こちらもね搭載しております。そしてねその池部さんがね輸入されている、グリズリーベースというですね、こちら歪みも搭載されていてですね、これらのエフェクターがですねもうすごい高いんですよね。ということで今回の金額、じゃじゃん、177,980円ということでですね、なかなかの金額でございます。台数に対してですね。で今回の特徴はですね、ねバイタルオーディオのね VA05ADJ ということでね、5ポートしかないんですけれどもね、小さくてスリムなんですけれども、非常にねこう頼りになるパワーサプライということでですね、ベースのパフォーマンスをね発揮するためにですね、パワーサプライ選び、こちらもですねぜひともね皆様方参考なさっていただきたいポイントだと思います。それからね最後になりますけれどもね、パチケーブルと DC ケーブルにもこだわっていますということですけどね、矢印つけましたけれどもね、このマークで皆様方ね、一発でわかると思います。EBS のねフラット DC ケーブルとフラット、パチケーブル、ぜひともこういった点もですね参考なさっていただきたいと思います。次回はですねぜひともねこの、サウンドの方聞いてみたいと思いますのでね、 YouTube のリンクなどもしていただきたいと思います。それでは本日も音楽と機材もそむねに元気に過ごしてまいりましょう。投稿の方も誠にありがとうございました。